よし、やってやるぞ。もんね。飛んでる。この木はやっぱりデンデだ。クリリンさん、ゴハンさん、どうしてここに？ああ、それがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてな。それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだ。やっぱりそうだと思いました。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語、それは確かに僕らには無理ですね。急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうか。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。到着っと。ベジータはどうだ？あ、眠ってますよ。あいつ戦ってばっかだったからな。しかしこれはベジータを出し抜くチャンスだ。あいつに悟られないようそっとドラゴンボールを離れた場所まで運び出そう。シェンロンが出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからな。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え、フリーザだ。急げデンデ、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ、光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ。さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え、
生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロか？ピッコロさん。そっちの状況はわかった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いで、この俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば、神も生き返る。そうなれば、地球のドラゴンボールも復活して、他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして、二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリグオ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった、一つ目の願いを叶えてやろう。はい、神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。はい。テルモパラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。ご飯たちを探さなくては。遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が3つ。こいつがご飯たちだ。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだあの化け物は。それにドラゴンボールも奴らもいない。あの化け物はあいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって、言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか？そんな。はあ、貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ、愚か者め。フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。
バカ、喋るな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデン、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。なぜ竜が消え、ドラゴンボールが あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうすんだ。それは。フリーザ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうと。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらどもー。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな。なんて敵だ。勝てるわけ ないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身って何だってんだよ、ベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。
さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい、めったに見られるものではありませんからね。敵だ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。な、何？バッ！うわっ！情けない面だぞ、ベジータ。どうやら、ここまで強くなってしまうとは、想像外だったらしいな。おのれ！さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた！うわっ！クリリンさん！地獄もクリリンさんを！